はいよろしくお願いします<手>いやワードキャンプ久しぶりなんでこういうの緊張しますよね <laughs> 朝からお越しいただいてありがとうございます早速ですねとこうと思いますが大体こういうのそうですよね動かないですよね動いた OK ちょっと、ね、テーマがテーマなんで初めにご注意点お伝えしておきたいなと思いまして今日この話 AILLM、ね、の話するんですけどもとあくまでそれをワードプレスに組み込んだりした体験談としてお話ししますのであの AI であったりそういうのの専門家としてお話しするわけではないことはご了承くださいなので体験についてですねあの皆さんがワードプレスに LLM とか OpenAI とか組み込んだらどんな感じになるだろうなっていうのを想像してもらうための体験をお話しする。 セッションだだとといいいうにご理解いただければと思いますであの著作権周りとかですね学術的な話とかも興味ある方いらっしゃるかと思いますけれどもちょっとそちらに関してはと専門の方他にいらっしゃると思いますのでそこはご了承くださいというのをですね真面目にお話しした上で進めていこうと思います。 で今日お話しするトピックですけれども、まず、ワードプレスに関するいろんな作業で、LLM を使ってどんな作業が効率化できるかみたいなところをですね一部紹介します。でその後ですね LLM がワードプレスであったり、ウェブ制作、どんな課題解決するだろうなっていうところをお話しして、で最後にですね可能性をですねい,あのいくつか例示して、20分終わらせたいなと思っております。ということで、ですねあとですね。 この辺りですね。効率化した話組み込んだ話、うまくいかなかったケースですね。と自己紹介ですけども岡本と言いますと、関西でワードプレスミーツアップの運営をやっていたりですね。と、ワードキャンプ、京都関西の実行委員長とかやっているのと、本職ではストライプのディベロッパーアドボケとデフレルの仕事をしてますけども、今回も完全にワードプレスコミュニティの一員としてお話しさせていただいております。 早速入っていきたいと思いますが個人の運用保守ですねちなみにオープン a i を、えー、っともうすでに使ってるって方ってどれぐらいいらっしゃいますかお結構多いですね一応ですねオープン a i と LLM について簡単にご紹介したいなと思いまして ちなみに気になる方はです、ね、声う読めないかもしれないですけど、あのチャット GPT でオープン a i について教えてくださいっていったらいっぱい語ってくれるので、あのスマートフォンで,です、ね、ぜひチャット .openaid.com で一回聞いてみてください。で、ラージランゲージモデルが LLM の略語の総称です。で、これ何かというと、パラメーターであったりとかですね、ラベルなしテキストっていうのを膨大にトレーニング済みの言語モデルになっているので、でこれをオープン a i が公開したものがの一つがチャット GPT。 ですなので言語モデルなどで事前に提供されたテキストデータをもとにその続きの文章を予測するようなそういったモデルになっています。でただテキストデータといってもあの自体が汎用性がすごく高いので。 いろんなタスクに使えるねっていうことに気づいたのが今年の始まりでそこから一気に AILLM のブームが始まったとされていますなので、まあ、例えばブログのコンテンツはもちろんテキストですしワードプレスの PHP とか JavaScript のコードっていうのも解釈としてもテキストになりますのでこういったものも LLM が予測することができますでもちろんエンジン X とかアパッチとかのサーバー側のログ アクセスエラーログとかもですね、あの食わせてやったら、それに対して LLM が文章を作るみたいなこともできます。でそれ以外には、例えば検索キーワードに対して、まあと、Google 検索とかが近いと思いますけども、質問に対して答えを作る、これもテキストですので、こういったものも LLM がですね、何かしらのレスポンスを作ることができます。で、どういうふうに使ったかというところの、まず1つ目としては、と、 本職ではストライプの API のアップデートの情報とかを X ですね、お知らせしたりはしているんですけれどもその内容をですねあの、アップデートの頻度がかなり激しいサービスですのでとたまに補足しきれないときがあったりしてそういうときに自分が何がアップデートされたかというのを簡単に把握するためにチェンジログの英語で書かれているテキストを ChatGPT にそのまま 渡してどんなアップデートがありましたかと聞いて紹介してもらってそれを元に案内するみたいなことですねと公開された記事例えばワードプレスだといろんなワードプレス .org でブログで今度こういう機能のアップデートありますよってみたいなもしくはベータのアナウンスとかいろいろあると思うんですけれどもそれのキャッチアップが間に合わないなっていう方はそのテキストをチャット GPT にコピーペーストもしくはこの後紹介する API とかを使ってですね投げ込んでやることで ひとまず大体こんな感じのことが起きているらしいというのを把握するのに使うことができますあとはですねとやっぱりワードプレスをウェブとサーバーに載せて運用しているとどこかでエラーが発生したり何か動かなくなったりとかそういうことがありますで実際と記事が更新できなくなったということがこの間あったんですけれどもそういうときにサーバーのエラーログですねとりあえず探してきてで 普段見ないテキストを見つけてそれをコピーペーストしてチャット GPT に貼り付けてでこれですね何が起きてるのか教えてくださいというとチャット GPT がこのエラーメッセージはこういうことエラーが起きてますと解説してくれましたでそれに対して対処方法はって聞くとあのウェブ版のチャット GPT は,はコンテキストに基づいて回答してくれるのでそれに対する対処方法はって聞いたらもうこのケースだと とノースペーススペレフトオンデバイスだか,からディスク容量がなくなっているケースですね。で対処方法はって聞いたらあのディスク容量なくなっているからファイル消したりとかこの辺のファイル消したらどうですかっていうふうに出してくれたりもしてました。でそれをもとにファイルの容量削減させてでその時は解決させましたで。さっきのはサーバーログだったんですけど PHP のエラーログとかもです、ね、貼り付けておくと例えばフェータルエラーとか あと、開発モードでワーニングとか出てきたりとかすると思うんですけども、それが何か分かんなくて、Google で検索してもちょっと容量えないなと思ったときに、例えば ChatGPT に聞いてみるみたいな使い方もですね、一つとしてはあるかなと思います。ただですね、これ注意点なんですけども、これ、ChatGPT に限らず、LLM ですね、大規模言語モデルを利用する際の注意点として、 提示されたコードであったりあのこれはこうですよって説明されたものがです、ね、100%正しいとは限らないということは注意した上でやってくださいでここに載ってるコードですねえっ、ー、と何だったかな Google AppScript のコードについて聞いたんですけどもヘッダーの情報か何かが本当はアップスクリプト側が送ってこないのに送ってくるように。 書いていてるみたいなことがありましたでこれはそらくモデルの方であのアップスクリプト以外のとコードのデータをもとに回答を予測して,るからしている部分が混ざったことで出たと思うんですけども LLM 界隈ではですね「ハルシネーション」というふうに言われています幻覚の英語の英訳だと思うんですがなので使う中でですね事実に基づかない情報を生成する現象というのがですねと チャット GPT もしくは LLM などを使っている際には発生しています。で、ただ、学習データの特に起きやすいのが偏っている場合であったりとか、ご情報の中でもと、そもそもチャット g p t であったり、OpenAI のモデルがつくえ学習した時点では存在しなかった概念について聞いたケースでは、一番ハルシネーションが起こりやすいとされています。えー、とチャット GPT の 最近アップデートあったのかな、少なくとも2021年頃のモデルだと,、えー、と GPT3 に関しては言われているんですけれども、なのでそれ以降に生まれた概念に関して、えー、とワードプレスだとおそらくなんだ再利用ブロックが同期パターン、非同期パターンとかに名前が変わったのが21年より後だと思うんですけれども。だ とね、同期ブロック非同期ブロックみたいな概念はここのモデルは知らないのでそれについて聞こうとするとわからないからそれ以外の情報をもとに何とか回答しようとするでなんとか回答しようとした結果事実ではない回答が生まれるというケースが出てきたりしています。でこれの対策方法というのもウェブで検索すると結構いろいろ出てくるので例えば。 事前に提示した情報以外では答えないでくださいとかですね分からないなら分からないと言ってくださいとかこの辺人間のコミュニケーションに近い部分ではあるんですがそうやって対策するかもしくはちゃんとですね提示されたコードに対してワードプレスのコードリファレンスであったりとかと本番環境でいきなり試す前にプレイグラウンドとか使ってですねちゃんと動くかどうかを確認してで問題なく動くことを確認した上で 提示するようにしてくださいでこれはワードプレスの例ですけどもサーバーのログの解釈とかもですねもちろんあくまで解釈の一環だとする必要がありますなのでですね検索エンジンとは別物で検索エンジンはある情報をもとに回答しますけども LLM は学習した情報をもとに何とか答えようとするものになっていますなので誤った情報ですねなんとか答えようとした結果本当は知らないのにそれっぽく答えてくるっていうケースが あったりはしますでそれをかの対策としてはどういうも何のために対話をしたいのかというところをですね明確にしてプロンプトを入力するのをおすすめしますアイディア出しなのかでアイディア出しだったら多少ファジーでも問題ないですし逆に要約であったり提案だったりすると不正確なものを送られるとそれはかなり問題になるので事前に要件をきっちり過剰分けでやってやる必要とかもありますとかですねそういう性質を理解して使う必要があると思います。 ワードプレスに組み込んだ話のとこですけども,やっぱも皆さん自動化ってお好きですか自動化好きですよね私も大好きでですねあのオープン AI でプラグインとかもいろいろあるにはあるのと API も公開されていますで API キー作成したらですねそれをオープン AI のチャットスラッシュコンプリヘンションズで API に対してポストで投げつけてやったらチャット GPT の UI と同じようなリクエストを投げつけることができます で公式のライブラリが Python と NodeJS だけなので WordPress の場合、SDK 使わずに WP リモートポストを使っていただくかもしくは別サーバーで API を立ててあげるほうがいいと思いますで API に関してはオー,ソラインンオーソライゼーションヘッダーに投げてあげましょうです、ね、で例としてはです、ね、僕うちのサイトで使っているのは記事を公開したときだけ処理が走るようにフックを設定してあげてですね ポストの内容ですねあの、概要文で入れるエクサプトっていうフィールドあると思うんですけれども、そこの内容を自前で挿入してない場合は、OpenAI AP の API を使って、記事の内容から概要を作るというものをです、ね、今やっています。で、チャット g p t のリクエストの場合ですね、システムっていうところで前提条件を設定して、ユーザーで返答を設定するみたいなことにすると、前提条件付きで、例えばこういうふうなブログを書いてるので、それに合わせた。 100文字以内で書いてくださいとかをやった上えでコンテンツ渡すとそれに従って回答するみたいなことができます。で、これ、うちのブログですね、左側でもブロックでバーって記事書いて、でこう書いて押したら、抜粋のところが勝手に抜粋で作ってやってくれるというふうになっています。で、あの前提条件の設定ミスすると若干第三者が書いたような紹介文になることもあるので、そのあたりもプロンプトの調整が必要ではあります。 でこれ使ってる、今、ヘッドレスでやってるんですけども、記事一覧の概要文ですね、ワードプレス側が文字数で区切るものじゃなくて、ちゃんと文字数に合わせたエクサープトを使えるようになったので、ここでどういう記事がっていうのを把握しやすくなりました。で個人的にやりたいのは非,、えー、と非同期化ですね。と結構、オープン a i の API の処理が時間かかるので、公開ボタンを押してから公開されるまで長いんですね、1分ぐらい。 なのでトラブったときとかちょっと怖いので非同期化したいなと思ったりはしているのとプロンプトのチューニングですね、今、ハードコーディングしてるのでと思ってます。あとは使う際のポイントとしてはですね、OpenAI の API って、ワードプレスの処理のミスって無限ループになったりしたらかなり怖いと思うので、こうハードリミットっていうので、特定の金額を超えたらそもそも API 使えなくする仕組みが OpenAI 用意されているので、これの設定は事前にしてあげたほうがいいと思います。 でもっといろいろ触りたいなって方はです、ね、でねラングチェーンっというものがですね Python と Node.js で公開されているので、こちらぜひ調べてみてください。それまでの会話の流れとかを使って、ですねコンテキストのある会話チャット GPT の UI で出てるものを全く同じようなものを作ろうとすることができるフレームワークです。でそれ以外にも、追加の要素を OpenA に提供できるようにするエンベディングというものもあったりはして、ですねこの辺を使って、とね、 リトライアブルアーグメントジェネレーションですね、ラグっていわれているんですけれども、OpenAI が知らない情報だが、自分のサイトのコンテンツとかについても検索して回答を生成するみたいなこともですね、オープン a i の API とラングチェーンを使って実現できるようになってきています。で、今ですね、試してることとしては、WPA からですね、これ、ね あとで資料公開するので興味ある方公開コードのほうを見てみてください。ベクターストアとかいろいろ使ってですね自分のサイトの記事情報に対しをインポートしてそれに対して回答するようなとチャット API みたいなものをですね自作しようとしているところなんですけどもこれ辺が完成したらまたどっかのワードプレスコミュニティで紹介するとは思いますただ、この辺がですねフレームワークが Python に集中していてあと Node.js があるかなっていうふうな 現状がありますのでディープダイブをしていこうとすると Python か Node.js を勉強して WordPress はその API を WP リモートポストとかで呼んで同期させるみたいな仕組みで考えていく必要があると思うのでサービス化とかを検討されている方はそこご注意くださいでうまくいかなかったケースですねあの読書メモとかですねいろいろ書いてるんですけどそれを記事に起こすのがめんどくさいからってチャット GPT に1回投げたんですねでたら結構いい感じの記事出してくれて そのまま公開しようと思ったんですけどもあの何のためにブログ書いてたか分からなくなったんですねメモを記事に書き直してそれで本で学んだものを自分の中に落とし込むってやるつもりで書いてたのにそこのステップをこれに任せちゃったんでこれってブログにする意味あるのかなっていうふうになってきたというところでこの辺はあの手段の目的がだと思ってますあの どっちも手段であってもこんなことできるあんなことできるこんなこともできるっていろいろ考えればできるんですけどそれをやるそれを本当にやらないといけないんだって課題を解決しなきゃいけないんだっけっていうのは考えておく必要があると思いますですね何のためにワードプレスサイトを作ってますかっていうのも、まあ、結構長く言われてる命題だと思いますけどもということでですね苦手な作業のところですね LLM を使ってあ,とある程度 相談相手になってもらうとか一時回答の相手になってもらうみたいな使い方はできると思いますただと本当にその回答が合ってるかどうかっていうのを裏取りする必要があるのであくまで行き先の指針を決める相談相手ぐらいに考えていただくといいと思いますで API 使うとですねようやくの自動化とかアシスタント作成とかこの辺りはある程度の精度でできるようになっていると。 感じてますすのでででそこあたりでですねあとはパーマリンク日本語で記事タイトルからできると思うんですけどそれを英語に自動で翻訳するところとかですねにも使えるかと思いますのでぜひ皆さんいろいろ挑戦してみてくださいただゴリゴリに使いこなそうと思うと Python か Node.js でラングチェーンのフレームワークを使う必要が出てくるとは思いますのでその辺りはどう,どう取るかみたいな考えていくと思いますということでですね大体話したい内容としてバーなんですけども 聞き過ぎたかな、まあ、あとこのあとのディスカッションタイムにあたって前段としてお話しする内容としてはここで以上になります。でこのあとのお話ですね皆さんでぜひ話し合ってほしいなと思う内容なんですけどもだいたい20分ぐらいですけども僕にとってはとエラーログを読んで何しなあのそのログを解釈してでそれを どう行動に結びつけるかみたいなところの作業をできるだけ減らしたかったのでそれに対してチャット GPT を使ったりとか要約文作るのもあんまり得意じゃないので自動化したいしあわあよくば X とかにシェアするポストもこれから自動化したいなと思ってるんですけどまこういう結構自動化したいものってやめたいもの本当はやりたくないものだと思うのでそういうところ何かみたいなことをですね皆さんでちょっとあの出し合ってほしいなと思います。それに対して 今日聞いた LADM、まあ、それ以外にもいろんなモデルあると思うんですけども、どんなことできそうかなとかこんなモデルあったらできるんじゃないかみたいな、まあ、と事実ベースじゃなくてもいいですあのこんなのあればいいなっていうベースで皆さん話していただければと思いますで最後にそれをです、ね、と全体でシェアするような流れになればだと思いますのでここからディスカッションの流れに入っていこうと思いますので一旦、長谷川さんにお返ししたいと思います。お,お聞ききいいたた。だありがとうございました他